皆さんこんにちは、個別指導塾キャスター塾長の小林です。平原です。はい、今日はですね、東大過去問集 VS 数学最難関問題集性能徹底比較、バチバチバチでございます。まあ、参考書、特に理系のね、参考書マニアの平原くんにですね、とにかく難しい参考書と、あとは東大の過去問集ですね、はい、これの比較を今日はね、していただこうというふうに思います。やっぱりね、東大の問題って結構、基礎的な問題もあるけど、基本むずいじゃないですか、はい、でしかも演習価値が高いものが非常に多いじゃないですか。だから例えば東大を受けない生徒さんでも、東大の過去問集をやるのが別に悪いことじゃないぐらい東大っていい問題があるわけですよ ね。 そうですね。一方で当然、領著と呼ばれる、名著と呼ばれる、難問の入った問題集、数学の問題集たくさんあるわけで、実際じゃどっちやればいいのというのね、確かにあるわけですね。なので普段結構僕らは参考書をね、紹介することが多いんですけど、なんなら過去問集と参考書とバトらせてどうなんだということをね、今日やってきてもらったということで話をしていきたいというふうに思います。まず今回する評価の評価軸ですね、こちら教えてください。はい、今回選んだのは、まず問題掲載数とコストパフォーマンス、それから回答の手厚さと緻密さですね、あとそれから網羅性と汎用性といったものに分けて考えてみました。そうですね、あまりねコスパで問題集書きてないと思うんで、最初はおまけみたいな感じで、その残りのね3つをね主に見ていただいて、自分でね合ったものを選んでいただければいいかなというふうに思います。はい、じゃあ、まずは東大の過去問の方から紹介していこうというふうに思います。東大の過去問は、東大理系数学255年教学者から出てるもの、以下赤本と呼びますね。まずこれは特定入試対策の定番中の定番になるんじゃないかなと思います。東大数学過去問集と言われたら真っ先にこれが思い浮かぶイメージありますよね。そうですね、これは過去問集にしては珍しく、分野別、単元ごとに分かれているのが特徴になります。続いては、東大入試紹介25年数学、寸大文庫から出てるものですね。以下青本と呼びます。これはですね、25カ年の数大文庫から出てるバージョンですね。最近はこっちを選びがちっていう人もいるかもしれません。こちらですね、赤本と違って年度別になっています。はい、赤本とこの寸大は、一応今回理系を中心に紹介しますけど、文系編もありますね。はい、はい、じゃあ続いてなんですけども、これは以前キャストダイスでも取り上げました、2022年度鉄力会東大数学問題集ですね。この中で一番とにかくでかくて分厚くて高いですね、これと、東京出版の入試の奇跡50カ年が同じぐらいのボリュームと値段になっています。そうですね、ここは文系と理系がまとまって入っているバージョンですね。はい、続いては、大学への数学入試への奇跡東大、東京出版から出ているものですね。こちらは、東京出版から出ている東大過去問の10カ年分のものになります。毎月6月に新刊が出て常に更新されていくのが特徴です。紹介する過去問題集の中ではダントツでコンパクトでできているかなといった感じです。はい、では次に問題集の方ですね、参考書の方見ていきましょう。はい、本当にこちらは結構数があるので、軽く紹介していきます。まず優しくもない使用者もないハイレベル理系数学、はい、どんな数学好きでもこの名前で身構えるか震え上がりますね。数学演習東京出版、なんかあれだ、ヒーローみたいな紹介の仕方だね。そうですね、はい、次行こう。はい、理三教委東工大上位合格者の教科書、入試数学の小学、ああ数学ね、はい、表問で収まらないからこれが出ました、上級問題成功、難しい学算ばかりの出版社から難関とついて登場しました、理系数学入試の革新難関大編とか、チャート式最終兵器黒チャートこと数学難問集100数件出版、回答解説の充実度ならおそらくダントツトップ、ハイレベル数学の完全攻略寸大文庫ですね。なんかあれだね、なんかもう格闘技かなんかの紹介みたいな面白い紹介の仕方ね、これ好きですね僕。ありがとうございます。はい、次からもこれやりましょう。はい、はい、でいざ比較ということですね。はい、はい、じゃあまず最初、さっきちょっとおまけっぽいって言われたんですけども、掲載問題集コストパフォーマンスの方から話していこうと思います。はい、まずここに出てくるのは赤本と青本、あと、新数円とハイレベル理系数学ですね。こちら問題数を見てみると、赤本と青本が150問、新数円が300問、ハイレベル理系数学が200問となっています。問題数だけなら新数円がダントツでトップなんですよね。そうですね、ちなみに1問あたりの値段で言っても、赤本と青本がだいたい15円、コストパフォーマンスの話なんです、ね。はい、新数円がなんと 1問5円、ハイレベル理系数学が1問6円と、ここでも新数円が勝ってしまいました。新数円コスパもいいんですね。いいんですね、文字もちっちゃいし薄いし、はい、ただしかしですよ、問題演習量とその懇切丁寧な回答解説がどっちも欲しいっていう方は、アホンの勝利かなといったふうに感じます、ね。そうですね、はい、丁寧な解説はないですからね。はい、新数円と入りはですね、回答解説が本当にコンパクトで、数学が得意でかつ数学の行間を読む能力が結構問われてきます。ちなみに同じ分量でも、赤本よりも青本の方が回答のフォローが圧倒的に丁寧かなといった印象を抱きました。はい、だからここで言える結論は、自学自習で東大レベルの問題を大量に解きたい人は青本に行った方がいいと思います。
分野別で弱点を克服してみたいという方は赤本がいいと思います。数学が得意で最低限の解説でも十分に学習できる実力があるという人は新数年に手を出してみてもいいと思います、はい。まあ、優しい理系数学で数学力をある程度つけたっていう結構つわものの方はハイレベル理系数学にそのまま行ってみてもいいと思います。というのもハイレベル理系数学だけだとちょっと消化不良気味なので、やさりから入るっていうのが一番ベストかなというふうに思います、はい。じゃあ続いての項目なんですけども、回答の手厚さ緻密さですね、こちらに関しては2022年度用鉄力会東大数学問題集、入試数学の掌握、理系数学入試の革新難関大変、ハイレベル数学の完全攻略の4つを挙げさせていただきます。まあ、こちらの4つのラインナップはですね、どれも過剰とも言えるような回答解説が特徴ですね。まあ、場合によっては過剰、いい意味で言うと丁寧、はい、すごく丁寧、いい意味によっては別解がたくさんみたいなね、はい、本当にすごく丁寧です、はい。まずですね、東大過去問で鉄力解ほど各問題の掘り下げであったりとか別解や指針の提供が素晴らしいものってのはまずありません。この手厚さとか回答の幅広さっていうのは東大の過去問解く以上の学習効果は十分に得られると思います。まあ、本当に唯一のデメリットは、まあ、この分量の東大の過去問をこなす実力であったりとか基礎力が備わってないと、もうちょっと手を出しようがないっていったところがデメリットになりますかね。うん、そうですね。まあ、小学も同様にその1問に対する回答解説の理解を進めるだけの実力が結構必要になってきていて、しかも小学はですね、どんな難問にも通用する解説を細かくしているっていう意味ではどんどん学者にも及ばないかなというふうに思います。そうですね、はい。まあ、この中で言うとちょっと問題のレベルが少し下がるって言ったらちょっと語弊がありますけども、まあ、入試の革新であったりとか、完全攻略は、東大の標準から優しめのレベルの問題を完璧にできるような解説と、あと何周もできるようなコンパクトさが非常に魅力ですね。そうですね。あとは注意点としては小学は家庭が結構古いカリキュラムなので、どの問題をやるかやらないかっていうのはちょっとね選別が必要だったりするので、そこはね注意をしてほしいと思いますね、はい。なので、まあ、今回でいう結論で言うと、東京一校レベルをしっかり解ける実力まで伸ばすのが、まあ、革新であったりとか完全攻略、あと数学が大好きで数学でぶっちぎりたいと思っている人が東大過去問をやるんでしたら、もう鉄力会行っていいと思います。でまた東大に限らずですね、教育とか東工大、あと医科歯科とか恐怖医など、まあ、寸大全国模試レベルで、偏差値70以上の実力が必要だっていう人はもう小学に行ってみてもいいかなというふうに思っております。そうですね、はい。まあ、あとはさっきも出てきたようなね、たくさんの問題集をこなす、量をこなすって観点も必要なので、まあ、組み合わせてやってみるっていうのもいいかもしれないですね、はい。本当にすごい人はもう小学と鉄力会どっちを回してみてもいいんじゃないかなと思います。普通にやってますよね、はい。うん、じゃあ続いてなんですけども、今度は網羅性ですね。これは、まあ、普通なら手を出していない範囲のところまでカバーしている度合いといった感じで捉えてください。まず、ここで出てくるのは入試の奇跡東大、新数年、小学、あとハイレベル完全攻略です。まず入試の奇跡東大はですね、これただの10カ年過去問集ではなくて、ちゃんとそのフォローノートとか、あと実際に東大を受けに行った人の感想なんかも書いてあって、うん、まあ、東大レベルの問題を解くのに必要な知識っていうのが結構コンパクトにまとめてあるのが特徴ですね。そうですね、はい。まあ、本当にコンパクトながら、東大入試対策だけに終わらないっていうのが強みかなと思います。新数年は300問もある上に東京出版なりの数学の知識がしっかりと載っているっていうのが強みですね。ただし、まあ、新数年が 1A、2B までしかないので3までやりたいという人は、数学3スタンダード演習といったものをやってみてください。で、小学の網羅率はですね、ちょっと他の3つとはベクトルが違いまして、まあ、マイナーな知識に触れてるっていうよりも問題の読み方と解き方に関する網羅率が本当に最高レベルなんですよね。なので、まあ、ハイレベル完全攻略は小学と違って、合否を分ける問題のレベルの解法の考え方の網羅率が凄まじいです。類題含めると本当に掲載問題の2倍以上の問題数とその回答解説の濃さになってるかなというふうに思います。で、じゃあ今回の結論で言うと、まず東大数学に必要な知識を網羅したいっていう人はもう入試の奇跡を、で、まあ、東大数学に限らないで数学の得意な人が、スマートな解き方や知識を演習を、コンパクトに身につけたいという人は新数円を、どんな問題でも解けるような読み方解き方を身につけたい人は小学を、まあ、完璧な基礎力のために解法をたくさん網羅したいという人は、完全攻略をやってみるといいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いての項目は汎用性ですね。こちらは、まあ、多くの受験生が手を出しても外れない度合い、まあ、どんな受験生でもある程度お勧めできるものの度合いですね、はい。ここに出てくるのが結構多いんですけども、まず赤本、それと青本、あと上級問題成功、黒チャート、入試の革新、ハイレベル完全攻略です。で、この中で比べていくと、まあ、東大過去問で計算内数に多い2つ、赤本、青本っていうのが出てきたんですけども、赤本は分野ごとなので、その東大レベルで少し足りないなと感じる苦手な分野があったとしたら、そこに集中することもできますし、あと行列など必要のない分野は、まあらかじめ省略できるので、まあ、どの受験生にもお勧めできるかなっていった感じです。はい、まあ、青本の解説は指針も含めて素晴らしいんですけども、年度ごとの掲載なので、まあ、完全に実践向きですね。なので、きちんと実力を身につけたら挑むと、非常に学
習効果が上がるといった感じになっています。でですね、黒チャートも分野の分け隔てがないんですね。ただし入門の55題と、試練の45題の2つに分かれていて結構実践的になっています。試練の部は結構本当に難しいので実力養成には、まあ、入門の部だけでもいいような感じがします。で、入試の革新と、上級問題成功と完全攻略はその掲載問題数に対して回答解説が非常に充実して本当に基礎から解説してあります。なので本当に多くの方にお勧めできると思います。完全攻略だけは分野ごとに分かれていないというのが一つの特徴ですね。なので完全攻略の解き方と知識はですね、どの問題集と比較しても本当に網羅性が高いと思います。ちなみに問題の難易度だけでいくと、まず黒チャートの試練編、その次に上級問題成功で、入試の革新で、徹底攻略と黒チャートの入門がまあ同じぐらいかなといった印象でした。はい、で今回の結論でいくと、まずある程度基礎ができて初めて東大過去問に挑戦してみたいという人だったり、ちょっと苦手分野があるといった赤本をやってみるといいと思います。で、数学が得意でもう実践形式で東大にたくさん挑んでみたいという人は青本を、で単元ごとに対策がしたくてあらゆる問題に過不足なく触れるのであれば上級問題成功と入試の革新がいいと思います。特に何度も何度も回したいという方は入試の革新の方がおすすめです。で、基礎から難関まで効率よくやっていたいという人は黒チャート、まあ、難問ではなくて両問で基礎から応用に確実にレベルアップしたい人は、まあ、完全攻略がいいと思います。はい、というわけでね、一通り話してもらいましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、結構観点がいろいろあってごちゃっとしちゃったんで、じゃあ結論どうなんだって話なんですけど、まあ、あの東大の過去問っていい意味でも悪い意味でも東大の過去問の基礎レベルから難関レベルになっちゃうので、やっぱりより広く取りたいっていう方はね、あの参考書を使った方がいいなというふうには思うんですね。なのである程度基礎ができてて、基礎というのはそのまあハイレベルの基礎なんだけど、まあ、東大レベルの問題だけやればいいなって方は東大の過去問をやってもらえばいいと思います。その中でも、まあ、いくつかおすすめありましたが、まあ、基本的にはまあ青本とか、あとはまあ鉄力回かな、個人的にはやっていただくのがいいと思います。あとはボリュームとかで選んでください。あと参考書であればかなりそれぞれキャラクターが違うので、とにかくまあ問題数たくさんやりたいってことだったら多分新数円とかがいいと思うし、まあ、ちょっとね自信がないから、あの比較的標準的なところから難しいところに持ってきたいなら、そういう革新とかね、そういうのもいいと思います。ただそれぞれ特徴は伝わったと思うので、自分に合うものをぜひやってみてもらうといいのかなというふうに思います。特にあの問題数の違いがかなり大きいじゃないですか。そうですね、でそれこそ新演習300だっけ、はい、配管まあ1A2B 分かれてますけど50問ずつぐらいじゃないですか、はい、だいぶ量が違うので、うん、なのでそういったものも含めて自分に必要なものをねピックアップしてぜひやっていただくといいと思います。はい、というわけで本日は以上です。最後ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、で今日のプチ切れコーナーなんですけども、ちょっとねお知らせというか、あのお話をさせていただきたいと思います。個別指導塾キャストダイスですね、まあ、ありがたいことに約2年間あの運営を仕切ることができまして、おそらくこの動画が出ている時点でもうね3年目を迎えさせていただきました。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと本当は中橋さんとの動画で話すべきだと思うんですけど、たまたまねあの平原くんとの撮影だったんで今日お話をさせていきますが、まあね、あの今はあのかなり講師の方も増えて生徒の方の人数も増えて、ありがたいことにねたくさんの方と一緒に勉強させていただいております。あのまあ、うちのねコンセプトとしてはやっぱり先取りを頑張る、勉強量を頑張る、もちろんそれはね大コンセプトなんですけど、やっぱり個別指導なんで生徒さん一人一人に合わせてね、参考書を決めたりとか、勉強のアドバイスをしたりとか、当然その分からないところあったら質問対応したりとか、そういうところにね力を入れておりますので、ね、キャスタイス興味あるよって方はですね、ぜひね、まあ、なんていうかな、戸を叩いてほしいというかね、お問い合わせいただければというふうに思います。はい、これからもねキャスタイス一度頑張ってまいりますので、まあ、YouTube もそうですし、塾の方もね、ぜひね皆さん応援いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。